愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました愛知のダラダラジオで、早速ね、いつもいただいてる一つね、質問答えていこうと思うんですが、その前に言わなきゃいけないことがありますと。もしかしたらですね、このダラダラジオ2の方は、あれってなんかいつもと違うって気づいた方はね、もうダラダラジオ検定3段ぐらいな感じだと思います。っていうのも、今これ喋ってるのが車の中なんですよ、実は。なんでかっていうと、今ね、長男くん、うち今息子2人いるんですけど、上の長男くんの習い事の送迎に来てます、私、はい、送迎の今待ってるんですよ、それを駐車場で。で、実は今週と忙しくて、ここしかね、これを撮る時間がなくて、で、ここで今ピンマイクつけて喋ってるんですけど、車の中で。完全に怪しい人だよね。だから目の前ね、普通に車が通ってるから、もしかしたらその車の音とか、あとエンジン音とか拾っちゃうかもしれないんですけど、今週だけはすいません、お許しください。はい、ということで、じゃあ、今週もね、フォームにいただいた質問一つお答えしましょう。ということで、三重県にお住まいのポムさんからいただきました。ありがとうございます。私は、最近頑張るということが何なのかが分かりません。はい、例えば自分なりに勉強時間を増やしてみたり、友達付き合いなども工夫してみたりするんですが、いつも思うように結果になりません。それは自分のやり方が間違っているのだと思うのですが、改善するための頑張り方が分からず悩んでいます。拙い文章ですみません。葉一先生にアドバイスいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。ということで、まずポムさん、ありがとうございます。そして全くもって拙くないですよ。しっかりかけてるちゃんと伝わってるから自信持ってくださいね。で、頑張るっていうとこですかね。で、まあ、勉強時間、まあ、勉強方法に関しては普通に、まあ、このチャンネルでね、いろいろ喋ってるので、まあ、そっちで参考にしてもらえたらと思うので、友達付き合いの方を少しねピックアップしてお伝えできたらなと思うんですけど、これすげえ共感できることがあって、自分今でも3人以上の会話苦手なんですよ。1対1で会話するのすごい好きなんですけど、なんでかっていうとね、3人以上で喋ってる時に俺が喋るとなんか空気が一瞬こう、なんだろうな、よどみなくね、いい感じで歯車がみんなが噛み合ってたものがなんかギクシャクするというか、あれ歯車噛み合わなくなった俺のせいでみたいなのがね、感じちゃうのよ今でも。で、これは学生の時にすごいそれを感じてて、あ、俺喋らない方がいいなって思った場面が多々あるのよね。そう、だからな、気持ちはわかるなっていう、それで頑張んなきゃなってすごい思ってたもん。そうで、結局はあんま喋んない方がいいのかなとか、喋り方変えなきゃなとかって思ったんだけど、まあでもそれもね、今お仕事でさ、1対1だけじゃなくて、まあ、3人で4人でっていう、こう話す機会とかもあるから、そう、喋るタイミングとか、まあ、人の話をね、傾聴っていう聞く方ね、聞く姿勢とか、自分が喋る長さとか言葉選びとかは結構いろんな工夫をして、ある程度ね、仕事の場面ではそのえってなることはなくなってきたんだけど、プライベートの時はね、今でもダメね割とそういうタイプなんだよね。でも、まあ、そういうふうに生きてきた中でも思ったことが一つあって、これはねちょっとお伝えしたいなと思うんだけど、ポムさんきっとこれ読んでたらさ、ポムさん自分自身が悪いって思ってるでしょ多分。だから自分が変わらなきゃとか、自分が良くないか、自分がいけないから自分が変わらなきゃと思ってると思うんだけど、いや、そうじゃないよっていうのはちょっと思っててほしい。っていうのはね、もちろん人と人ってその持ってる歯車が違うから、人と人によってはすげえ噛み合う、もう一生ものの親友と出会うこともあるし、あ、どこまで頑張っても噛み合わんなっていう人もいるわけよ。で、きっとこれ学校の話とかをされてるから、学校ってまあ30人ぐらい、30人40人クラスいるけれども、ポムさんが選んでね、集まった人間じゃないじゃん。周りは先生がたまたまね、こう選んだ人間だから、いや、噛み合わない確率の方が高いでしょうっていう。だから別に噛み合わなくても、それはポムさんの努力が足りないからっていう問題じゃないよっていうのをまず思っててほしいの。ポムさんが悪いわけじゃないよっていう。で、これをやって、あとこれを思っちゃうと自分を偽ろうとするでしょ。その周りに不快をさせないために自分が思ってもないことを言ってみたりとか、自分じゃない接し方をしなきゃいけないってなっていくと思う。まあ、もちろんそれが必要な場面もあると思うけれど、それやっちゃうとね、自分の歯車が分からなくなるよ。自分自身が分からなくなるので、嘘の歯車を提供するよね。ポムさんの本当の歯車じゃないものを出しちゃうと、まあ、それと噛み合う人は出会うと思う、もちろん。でも、そのうちその自分が自分じゃない歯車だから、
苦しむよ自分が。やっぱり本当のね、本当に気が許せる人と出会うためには自分の歯車をちゃんと見せなきゃ、自分の本心で伝えなきゃいけないと思っている。それで人間関係で苦しむ場面も出てくるかもしれない。もちろん思ってること全部言うのがさ、伝え方とかも気をつけなきゃいけないよ。言い方によってトゲがあってそれは失礼だよっていう、それはコントロールは必要だけど、でもあまり自分を否定しすぎると自分の歯車じゃないもので、そして自分の歯車自身が分からなくなってしまうから、あんまり否定せずに自分のなんだろう、スノポムさんをぜひ見せて過ごしていって、それがそれでいいんだよっていうのを伝えたかったので、ぜひね、なんかそういうことを言った36歳いたなって思っておいてください。はいということでありがとうございました。では本編に参りましょう。で今週のテーマはですね、まあ、前にね皆さん画面映ってると思うんですけど、YouTuber 辞めるんですかっていう最近ちょっとこの質問あったんで答えていきますね。まあそうだね、そう感じさせるよね。いやこれは俺が悪いんですよ。動画投稿の本数減ってるからね、授業動画自身もあまり撮れていないし、今年撮り直ししなきゃいけない時なのに、そうだから、まあそれについてね、まあ、生放送とかでもちょっと話してるとこなんですけど、まあ、改めてこの場を借りてね、自分の思いを伝えさせていただけたらなと思っております。でまずはね、その授業動画だったりはそれ以外もそうなんですけど、動画の本数がね減ってしまって本当申し訳ないです。まあ、楽しみにねしていただいてるのに申し訳ないなっていう気持ちと、楽しみにしてくれてありがとうっていう気持ちが、まあ、混在してるとこなんですけど、今はメディア関係というか、その YouTube 以外の、まあ、YouTube から派生した仕事ですね、取材だったりとか、まあ、テレビもそうですけど、テレビもそうって言ってこれダラダラジオ聞いてるときはまだテレビ出てたっけって感じするかもしれんけどね、実は6月7月ちょいちょい出ますテレビに、今予定なんだけど出るので、まあ、そういうのがあったりするわけよ。でそっちに時間を振ってます、はい、明らかに振ってる今年2021年は。でまずですね、今年2021年になる前に作戦があって、4月まではメディア関係の方に時間を割こうって思ったんですよ。でもともとうちのチャンネルって、2月末から3月4月って数字が落ちるんですね。まあ、受験が終われば基本的にみんな勉強ねちょっと離れるからさ、数字が落ちる、じゃあその期間に取りだめをする、授業動画の取り直しの取りだめをするっていうのがまず1個選択肢があったんだけれども、去年の末、まあ、12月とか、まあ、今年の頭1月ぐらいから結構取材の話をすごくいただいてた。で取材の話をいただくと、ただ取材受けるだけじゃんって思うかもしれないんだけれども、その答える準備だったりとか、取材して例えば新聞だったら、まあ、で新聞出来上がるじゃんか、そのチェックする時間とか直しとかも必要なのよ。だから意外とその取材1個受けるってだけでも時間って結構かかるのね、こちら側も。だってなんだろうな、自分が思ってないことをやっぱり伝えてほしくないし、せっかくねその取材していただいてる方にも時間取っていただいてるから、その方がいい、なんだろうな、その俺うちのファンがさ聞いてく、見てくれた時に、あいい文章だなって思ってもらいたい。だって変なこと書いてたらさ、この人分かってないなってその人の責任になっちゃうじゃんか。だから結構時間を割いてチェックをしたりするんだけれども、でどっちに迷った、でそしたらその取材の話とかをすごくいただいてたので、そっちに振ろうって決めたのよ、まず4月まではね。でもう1月から4月は本当にがむしゃらに働いた。今こう自分スマホでね、スケジュール管理をしているんだけれども、今見ても笑えるよねこの4ヶ月のスケジュールは。はい、ってぐらいに働いて、でゴールデンウィークを機に、ゴールデンウィーク直前までは忙しかったんだけど、ゴールデンウィークを機にちょっと暇になって、じゃあ撮影に時間割こうかなって思ったのね。でそしたら、まあ、ゴールデンウィーク明けて1週経ったぐらいかから、そのメディアのね、まあ、ちょっとテレビ関係とかの仕事の話がちょいちょい来て、でもこれまあ言っていいか、まあ、番組名言わなきゃいいと思うんだけど、実はテレビのお仕事は半分ぐらい実はお断りしてます今。そうこれは、まあ、あとまたどっかで話す、まあ、どっか行くかここで。テレビに関してはすごくブランディングのところを実は大事にしてて、自分 YouTube のこうチャンネル自体はあんまりこだわってないんですよ。だからいろんな動画普通に撮るでしょ、だって階段で普通に喋るだけの動画とか撮るからさ。本当はチャンネル運営ってブランディング、もうこのチャンネルってこういうチャンネルだよねってブランドをしっかり確立していくとか大事なの、これはセオリーだと思ってる。でも意外とそこに反するようにしていて、授業動画を撮っているけれども割と緩い動画も撮ってるよねこの人っていうチャンネルでいいかなって、幅を持たせたい、自由な。で、まあ、それは将来的に学校の先生と一緒に動画撮れたらいいなとかっても思ってるから、その時に学校の先生と動画を撮っても見てる子たちが何て言うんだろう、
こうしっくりきやすい。急にいつもはさ、もうハイチだけが授業動画とか真面目な話だけをやってるチャンネルだと、そこに学校の先生入ってきた瞬間に、いやいや普通にハイチだけで撮れよみたいな風潮になるのが嫌だったので、ね、もう学校の先生と動画を撮るときは学校の先生にこうなんだろう、マイナスのこと、向かい風が吹かないようにしたい。ちゃんと学校の先生が撮ってよかったって思っていただきたいし、見てるみんなもうわ学校の先生っていいねって思ってほしいなってあるから、いっぱいバーって喋っちゃったけど、まあ、そんなんも思ってねやってたんだけども、テレビに関しては編集 の権利が俺にないから、撮るけど編集は向こう任せで、その前にチェックもできないからさ、だからもう実際テレビを見た時に初めましてなわけよ。それって怖いのよ。ごめん言い方が悪いけど怖いの、俺にとっては。そう、取材っていうのはさっきも言ったように新聞とかも出来上がった文章一回チェックできるんだよね。だからこっちである程度の編集ができるわけだからいいんだけれど、テレビはやっぱそこが怖いので、結構あこれはもうそもそも絶対自分のチャンネルと噛み合ってないの。もちろんテレビ出させていただくことによって認知は広がる、広がるけれど、間違った形の認知をされるんだったら出ない方がいいよねって思って半分ぐらい断ってるって感じなのね。まあまあまあごめん話が逸れちゃったんだけど、まあそれでとにかくもうメディアというか他のね、今はこのチャンネル、このチャンネルっていうか YouTube で勉強ができるんだっていうことをとにかく知ってもらわなきゃいけない。で、まあ、自分はずっと目標に出しているんだけれども、自分が有名になること、まあ、もちろんそれも目標だよ、うん、それも目標だしそうなってほしいなって思っているけれども、やっぱり日本で YouTube とかっていう無料コンテンツで勉強するっていう選択肢が当たり前になってほしい。で、学生の中では結構広がってきたと思う、それは。まあでもそれでも3割4割かな、クラスにいたら3人に1人ぐらいは多分知ってくれてるんじゃないかなと思ってる。ちょっとごめん生意気言ってるけど 30% ぐらいいけないかな。でも保護者の方の認知って取れてないんだよね。だからみんな今でも相談もらうけど、みんながねスマホとかで俺の動画で勉強してくれてる、それなのに怒られるってめちゃめちゃあるんだよ今でも。悔しくない？だって頑張ってんだぜ学生が。なのにそれも、でも親御さんが悪いとも言い切れないわけよ。だって YouTube とか YouTuber のイメージって良くないじゃん。メディア報道されてるのってさ、ね、やらかした事件ばっかり報道されるから。だから普段 YouTube を使ってない人から見たら、まあ、そうなっちゃうわけ。でもそれでも俺がね突き抜けてまず YouTube で勉強っていうのがあって、でメディア出てったらさ、まあ、YouTube 見ない人もテレビ見る方が多いから、この人がやってるんだ、じゃあこの人ならよくいいかもねって、私この人の動画なんだけど、あそうなの、じゃあいいんじゃないのみたいな会話になったらさ、いいなって思って。だからとにかく YouTube だけだったら YouTube 見てる子たちしかリーチできない。でもテレビとか新聞とかだったら YouTube を見てない方たちの世代とか方たちにもリーチができるから、とにかくそこをやっていこうって、もう認知してもらうっていう。でそれが当たり前になって、で分野っていう、そのね例えば教育 YouTuber っていう分野もそうなんだけど、一人がどんなに活躍したって絶対に盛り上がんないの、その分野っていうのは。まあ今は予備の匠くんだったりとか、まあ、パスラボのみんなとかね、他の方もそうだけれどもいるけれど、それでもまだ少ないんだよ、全然少ない。そうだってさ、 YouTuber 自身も、まあ今 YouTuber の王といったらヒカキンさんだよね。ヒカキンさん一人がもし活躍してても絶対こんなに盛り上がってないんだよ。そこにはじめ社長だったりとか、まあ、東海オンエアの皆さんだったりとか、フィッシャーの皆さんとかね、いろんな方がいらっしゃる。いろんな方が出てきたから盛り上がってる。今でもどん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 若い子が出てる。だから盛り上がり続けてるんだよね YouTube って。分野ってそういうものなんよ。だからそうなるためには自分が突き抜けなきゃいけない。で、ね、教育部門って本当にお金にならないんだわ。本当に再生されにくいからね。特に自分みたいに教科書レベルの基礎レベルを取ってる人はやっぱり苦労する。今から入ってきても、だって自分も苦労したもん、何年もお金ならなかったから全然ね。そうでも入ってきた時にある程度収入になるんだったら続けられるじゃんその人が。そのためにもまずこの分野を盛り上げたいなって。だから自分が動画、古い動画になっちゃうからさ、撮り直しをしなければ、あれハイチの動画って古いから使えなくねってなる可能性は非常にあると思ってる。めちゃめちゃ危機感あるよ、あるから怖い、うん、でも、うん、数年後に例えばハイチの動画って使えないから他の人見ようってなっちゃって、自分が全然ねもう認知されてないようになっちゃうかもしれんけど、でもそれでもやっぱり今はこの分野を盛り上げる方が優先なんじゃないかなと思ってやってますっていう話でした。まあそれに関してね、やっぱりまだお叱りかの連絡をいただくことはまああるんだけれども、その思いは、まあ、もちろん取り直しもするけど、でもやっぱりそこは
ね、一度きりの人生だから後悔したくないよ。自分最初の話はポムさんの話じゃないけど、自分も自分に素直に行きたいんだよね。自分がこうだって思った、自分が決断したものをやっぱり貫きたい。それが間違ったとしても本気で貫いたものは本気で反省できるから次に生かせるんだもん、うん、だから今はそう思ってる。なのでそれを、あ、そうなんだって、それでも応援してやるよって思ってくれる方はこれからもついてきてくれると嬉しいなって思ってます。はい。すいませんね、最近ダラダラ長くなっちゃったんですけど、大丈夫ですか皆さん。ね、いつも結構8分とかだったんですけど、最近12、3分で喋る、もうこれもっとか、喋ることが多いんですけど、まあそれでもね、楽しんでいただけたら嬉しいなって思いながら喋りました。はい、ということで、車の中から失礼しました。普通に歩いてる方いらっしゃってちょっと恥ずかしいんですけれど、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ではね、また来週何か喋っていきますので、よかったら次回の方も聞いてみてください。そして、多分来週あたりには、そのテレビのね、発表とかできると思います。まあ、ダラダラジオだけじゃなくてね、ツイッターとかでも発表しますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。ではまた明日からね、一週間お互い頑張っていきましょう。良い一週間になること願ってるよ。はい、ということでまた来週ね。それじゃまたね、バイバイ。